こんにちは、手相家の西条幸恵です。今日は、5月1日がお誕生日の人の傾向や使命、真の姿や成熟目標などについてお話しします。ご本人さんも、身近な人がこのお誕生日の人だという人も、その人の可能性を改めて知り、それぞれ今日からの毎日に役立てていただけたらと思います。それではよろしくお願いします。5月1日生まれさんは、直感力に優れて感受性が、鋭い、芸術的な部分っていうのはすごい強い人ですよね。感情豊かで繊細で、繊細であり、なんていうの、機微が細かい割にパワフルなわけ。せやから表現するパワー、表現する手段であったりとか、何かしらのこう場所だったりとか、自分がこういうふうに思ってるみたいな表現する場所っていうのとかっていうのがあった方がこの人でよくって、その自分のこう中に巡るエネルギーをいかに発散していくかっていうのが、自分が生きてて、あ、自分生きてるわみたいな感じの納得感に対する、一つの鍵になるんじゃないかなというふうに思います。独創的で洞察力が鋭く、判断実行力がある。何かしらこう何かの体験を受けた、何かこう例えば遠足に行ったとかさ、例えばいつものスーパーに行ったらあれが安かったとかさ、今日はなんかこう桜がきれかったとかさ、こうそういうこうそういう、なんやろな、こう、まあ普通の人が一般的に毎日のことを生きていても、自分はこう、わーっと広がる何かっていうのがあったりする人なんですよね。で、それをこう、表現した時に、まあ私が言ったみたいなので一般的やんか。けどなんかこう、ほら、ピアニストの矢野顕子さんっていう、すごい、すごい天才の日本人のピアニスト、歌手がいてはんねんけど、あれやねんって、こう、小学生の時にお母さんとかに、今日はどうやった顕子って聞いたら、って言って、そのピアノ椅子に座ってトゥルルルントゥルルルトゥルルル、こんな感じやったみたいな感じの子をやってんて、なんかそういうこう、あ、そういうアウトプットなさるんですかみたいな、そういう風な、自分なりの言語っていうか、別に、矢野顕子ほど天才っていうのは、そんなにおれへんのちゃうかなと思うんやけれども、それこそピアノで食べてるな人やからさ、けどもピアノとか音楽でさ、でもそういうこう自分のこうそういう感情豊かで洞察力があって、こういろんなものを受け取って、いろんなものがこうマグマみたいにボッコン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 こう湧き立ってるっていうのをアウトプットしていくっていう風な、手段に、ありつくっていうのは結構重要ですね。クリエイティブとか音楽的な才能がある人が5月の1日に多くって、例えば声とか耳とかに恵まれてる人も多いです。あ、ちなみに矢野顕子さんが5月1日から、すいません、知りません、多分違うと思う今なんかクリエイティブな話したり、そういう表現力って話してた、思い出しただけで別に関係ないっす、すいません。で、実際的で自立心が旺盛なんで、なんやら夢追い人になりにくいってところもあると思います。現実どないしていくんで、そのクリエイティブであっても、じゃあ例えばあるものでやってみようみたいな、実際化であるっていうのは結構強いところですよね。頭の回転が速く、コミュニケーション能力も高い、なおかつこう実行することができるっていうところがこの人の武器になっていくだろうというふうに思います。で、人を引きつける魅力も備えてまして、社交的であり、人気者であればあるほど運勢が強いかなと思います。で、それは良くも悪くも、他人に認められたいという欲求が強いからこそ社交的になり、人気者になるような振る舞いができるってところがあるんじゃないかなというふうに思います。で、裏側にはこう役に立つ人間でいたい、結構実際的なんで、役に立つとか、こうみんなができひんことができるとか、そういうことに対するこう憧れみたいなものが強いかなというふうに思いますね。で、その面であってもこう、例えば文化であったりとか、美術、音楽、演劇などのそういうこう芸術面っていうふうな方向でのこう才能っていうのを使っていくっていうのも一つだと思うし、実は文才もあったり金運もあるので、芸術、文芸、お金、お金を管理するとかさ、そういう風な方向での才能っていうのも三叉路ですよね。芸術、文芸、文芸も芸術だけどな、芸術、文化と
とマネっていう風な2つの柱っていうのが結構あらはるし、どの分野においても社交的であることっていうのは結構必要不可欠なので、人間嫌いとか話しかけに行くのだるいとかって思ってるんやったら、もうちょっとこう人間の世界悪くないよみたいな、こうなんていうんですかね、ほぐしっていうのは自分に、壁を壊すっていうんですかねっていうのはやってもいいんじゃないかなというふうに思います。で、頭の回転が速くてコミュニケーション能力に高い社交的な方がええよって話をさっきからしてるんですけれども、結構なんていうの、哲学とか精神的なものに惹かれやすいです。で、そういうこう宗教思想とか人とはとか、そういうこう結局芸術とか文学とかさ、やっててもそういうの勉強するやん、勉強するやんって言ったら変な言い方だけども、そういうのに興味を持ちやすいんじゃないかなと思うんですけども、占い的にはそっちに行くの正解で、そういう勉強なさる方が本当はいいです。持ってる才能っていうのに、プラスアルファになって力を発揮していける方向っていう風なの強い武器となっていくんじゃないかなというふうに思いますね。で、ね、働くとか人に役に立ちたいとかっていうふうな部品認められたりとかが結構強いので、結構ね、仕事を任せられたら一生懸命働くし、綿密な計画を立てられるとか、研究専門的な研究をしてますみたいなところに憧れやすいので、そういうこう上の人だって、まあ、先輩だったりとか、憧れの仕事をしてる人だったりとか、こういうふうなこう研究をしてるとかっていうようなところにこう心を惹かれるのであれば、そういうところに体、挑戦なさるっていうのもおすすめです。で、この人の場合、芸術的なセンスであったりとか、自分の理想の生活っていうものに対するこう前進する力、理想に対して前進していく力っていうのは、とっても強いんですけれども、どっちかっていうとこうなんやろな、着実というよりかはパイオニア精神とか革新的なこう現代的なやり方をどんどん採用していくっていうの、なんていうの、こう新しい iPhone が出たら使ってみたいとか、新しいこういうサービスが出たら使ってみたい、 VR が出たらやってみたいとか、そういうふうなこうパイオニア精神っていうのを使っていき、そこでまたこう社交に還元していくっていうふうなエネルギーの使い方をしていくかなというふうに思います。で、感情豊かで繊細っていうのがどうしてもど真ん中にあるので、しかもちょっと激しいんですよね、激しい目の情を持ってるというか、だからこうアウトプットしないとこう中でこうエネルギーがこうわーっとなって、火山みたいなもんでさ、出せへんかったら自分が焼けただけれるわけよ。だからこの人の場合はやっぱりこう中にあるものをいかにこう表現していくかっていうのは非常に重要なんですけれども、だから同じ5月1日でもこういろんな5月1日が現れるみたいな感じの、結構ね、幅広い個性を持つっていう風な星を持っていますね。で、基本的にその繊細な自分を表現するパワーっていうのが、手段とか原動力とか何かしらこの自分がこうボコボコなってるっていう風なところから何かしら熱中していったりとか、理想の生活に向かって突っ走るみたいな感じで、エネルギーを集中させて、勉強であったりとか、クリエイティブだったりとかっていう風な方に力を注ぐっていうのが一つで、もう一つは秩序、言うたら集団で生きる時に秩序とかシステム、構造ですよね、なんか忘れ物しにくいようにこう連絡帳の位置を配置するとかさ、洗濯の時に間違えないようにこういうふうに洗剤のメモリをこういうふうにも印つけちゃうとかさ、そういうこうシステム、ヒューマンエラーではなくシステムエラーであるみたいな考え方好きやと思うねん。で、そういうのを重要視して社会にそういうこうみんなで仲良くやったり、みんなでこうヒューマンエラーをなくしていくためにはどういうふうに考えた方がいいよねみたいな、こう役に立ちたいとか、実際にどないせい言うねんとか、こうそう洞察力を使ってこう問題を、クリアしていくみたいな、そういうふうなところにも、あなたの能力っていうのは使われるかなというふうに思います。ユニバーサルデザインとかそういうの多分好きやと思うわ。なんか世界のどの人が見ても男子トイレだとわかるとかさ、あるやん、なんか車椅子の人
それから日本語が分からない人でも車椅子の人が使っていいとかさ、そういうなそのユニバーサルデザインっていうね、なんか見ただけでどうやって使うか分かるみたいな商品のデザインとか、そういうのを考えるのにも向いてると思います。それが言うたら、まあ、そのあなたのそういう繊細である、しかしこう激しいものをアウトプットする場所みたいな、別にそのユニバーサルデザインに行ってくれたわけじゃないんだけども、そういうこう何かしらのこう発明とかも向いてると思いますね。で、あの自分の中でこう自分はこういう風に生きたいみたいなものを持って、進んでいくっていう風なのに、そういう才能を使っていくっていうのは、まあ無駄、活用していけてる感じがあっていいんじゃないかなという風に思います。もう本当いろんな才能を持ってはると思いますわ。その勉強の方向とかアウトプットの方向とか、繊細でこうエネルギーが激しいとか、ちょっとこうね、あの星占いで見てても、あの言うたら、まあ固まってる人もおるのよ、才能の枠が。こうああアウトプットでこうこっちやなとか、あのインプットでこう学者向けてこっちやなとか、5月の1日の場合はこうちょっとまんべんなく散らばってて、そのそれをこうギュッとこうしなあかんみたいな感じのエネルギーの使い方をしはるかなというふうに思います。でだからまあ変化に対してもそうやって、変化を体験するのは楽しいんやけれども、巻き込まれるのはストレスやね。だから変化が好きな人っていうのは、巻き込まれるのも好きやし起こすのも好きって人多いんやけども、変化を好むって言って、せやねんけど変化を好むんやけども、あの自分で、さっきも言ったほら人生設計をこう自分でも持っててやるのはすごいいいねんけども、あのやや巻き込まれ体質なんですよね。流されやすかったりするので、あの気を確かに持つっていうのは必要ですよね。なんかこうご飯一緒、女友達とご飯食べてて、そうよねそうよねって言ってるうちに、なんかこう流されてしまって不本意なことをすることになるとか、そういうこともちょっとあるので、いや私はここで一旦帰りますわみたいな感じの、こうピシャッとこう防火扉を閉めるみたいな感じの、決め打ちっていうのができると、あの5月1日のストレスっていうのは随分減るかなと思う。あの断る力みたいなやつを養っていただきたいっていうのはありますかね。で自分の中にその人生設計って言葉、これ出てくるの3回目くらいやねんけども、あのこう生きたいみたいなものっていうのが あると思うのね。あの多分これは嫌やっていうのも結構それを選ぶ上で重要だったりすると思うんですけど、こんな人生は嫌だみたいな、それをもってして、じゃあこういう風にしていこうっていうのはデザインっていうのを自分でするっていうのはいいかなと思います。であの経済的な利益のために、あのこの人はやっぱりこう自分の表現、自分の、日常業務であったり専門性であったり、何かしらのこう暮らしっていうのを飯の種にしていけるような方かなというふうに思いますね。その自分の感情を表現する、バリエーションっていうのを身につけるっていうのがいいなというふうに思います。だから何かしらこう自己表現、アウトプット、自分を表現する、もしくはまあそれまあシステムですね。そのなんかスーパー主婦とかもそんなんやんか、あのこういう風にやってたら便利やから、こういう風に気持ちを生きてるみたいな、そういう風なこう自分の思ってることをどんどん現実化させていくっていう風な方向に力を使うといいんじゃないかなという風に思います。でそれまあつながってまうんやけれども、あの短所として、弱点として、あのそこのこうこうなりたいとか、こう理想があるわけですやんか。そこに対して焦って満足を求めてしまうっていうのが湧いてまうんよね。理想とかこういう風にしたいっていうのができてしまうと、早くそうならないといけないみたいな感じの気持ちっていうのが同時に立ち上がるみたいな。で焦ってあのこう心が流行ってしまって、心のスピードとボディのスピードがついてけえへんくって自滅みたいなことが結構あらはるみたいなので、あのいかに自分をなだめるかっていうの、うん、自制心、自分を制する心、自制心とか忍耐とか、そういうのがあなたのその思っていることを実現して、人生で実現していき、自分の才能をまあ、あのまあまあつこて人生で生きていくっていう風な上では、あの重要になってくるかなと思います。あの今今日思っているように進めたいっていうのは、あのもうちょっと対局で見て、長期的に見てゆっくり叶っていったらいいやんかみたいな自分っていうのを、まあ後付けでインストールしていけるようになると運勢いいかなというふうに思います。忍耐とか自制心とかっていうものと、あとは責任感ですよね、っていうのをインストールなさると強いぞ
ていうところですね。やっぱりこうエネルギーでわーって動くようなあの星を持ってるので、そういう意味ではこう勢いだけでいくとちょっとこうね、肉体がついてこないっていう風な弱点が出てきてしまいますね。そこはちょっと自分はそういう風な、そういう風なこう嫌いがあるな、そういう風な傾向があるなっていう風にご自覚なさると、ちょっとこうスピードダウンして、あの、実現可能なスピードで夢に向かって歩いていけるっていう風なのが選んでいけるんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、あの非常に物事に対して実際的で分析的であるっていう風なのがあるので、そこはあの自分その秩序とかシステムを構築するとか、あのうまいこといくように流れを作ってしまうみたいな才能につながるんやけども、それも自分の個性としてあの磨いていくっていうのはいいんじゃないかなというふうに思います。で、そんな感じかな。まあ、ここ書いてるわ。で、金銭的にも、あの、贅沢な性格に、贅沢な生活にやや憧れる傾向が高くて、あの、さっきも言ったけど、短期的瞬発力が高いんだけれども、長期的な目標っていうのを見失いがちなので、今、何のためにやってんのやったっけとか、あの、もう、自分はこれを例えば、2年続けるぞとか、卒業するまでは頑張るぞとか、そういう風なので初めわーっと行くんやけども、だんだん疲れてきて、なんかもう朝起きの誰し何やったっけってなるみたいなところがどうもあるみたいなので、もうなんか例えばお金とかやったらさ、下ろせないようなやつに入れとく、なんか10年定期とかさ、10年ちょっとあれか、まあ何しか10年定期とかに入れるとか、なんかこう自分は短期的な縛りにどうも要は、あの、は強い、短期的な瞬発力が高いんだけれども、スタートダッシュは強いんだけども、あの長期的にゆっくりこうやっていくみたいなのはどうも弱い方の人間であるっていうのは、自分を使って目標を達成していく上で、認識しておいてもいいことなんじゃないかなというふうに思う。分かっててもいいことなんじゃないかなというふうに思います。それを踏まえて作戦を練ってしまう。それを織り込んで作戦を練ってしまうっていうのがいいんじゃないのっていうふうに思いますね。そんな感じかな。自分の感情を表現する、うん、基本的にちょっとこうね、愛を与えて受け止める役目みたいなのがあるんで、何でもこう愛情であったりとか、なんだろうな、面白いやろうっていう、その面白さとか喜びとかっていうものを分かち合うっていう立場、違うな、姿勢みたいなものが持てると、アウトプットがいい、楽しいんじゃないかなと思いますね。あ、でもこればっかり私は決めつけることができんからな、悲しみも愛やし、恐ろしいも愛やから、あの、感情っていうのはただの怒りとか、悲しみとか、恐れとか、喜びっていうのは全部愛のバリエーションだっていうんですよ。だからまあ、決めつけることはできんけども、その自分の感情のマグマを、アウトプットし、そしてまあ受け止めるみたいなものが、経済的にも自己表現的にも重要だなというところですね。で、人生の区切りで言うと、20歳から50歳までが人生の前半で、50歳からラストまでが後半というふうな構図になっています。で、20歳から、50歳までっていうのは、まあ社交性と、ご自身のそのセンスであったりとか、あの精神性ですよね。がすごくこう、とんがる、いや、広がるところですね。ここでいくらでもこう広げておくっていうのがいいところ、まあ、力の使いどころかなというふうに思います。で、50以降ですね、ここから50歳を機に転換期が来るんですけれども、感情的な安定と、なんていうの、ホームの構築みたいな感じがテーマになってきます。だからこう、基盤とかお家とか職場でもこう何でもこう地域でも何でもこう安定したホームっていうのを作っていくっていうのは50以降のテーマになっていきますよ。で、ここまでの情報は、星占いと数秘術と心理学の情報を持ってお話ししているんですけれども、私の専門は実は手相占いなので、手相でお店に来てもらえるともうちょっと細かい話ができます。生命線とか知能線とか感情線とかをですね見て、あの年齢とかが分かるんですよ。何歳やったらこうですねとか、あなたの運命線やったら何歳から何歳までが一区切りですよとか、今は何歳やったらあと3年で次が来るんで、今は多分お仕事だったり住むところだったりはあと3年はそんなに変わらないんじゃないですかねとか、
何歳で出会いがありますよとかっていうのが手相で分かったりするので、そういうのがお好きな方はぜひ手相を見せに来てください。はい、はい、次、次、んでパートナーですね。恋愛や仕事でのパートナーシップなんですけれども、5月の1日生まれさんはロマンティックで理想主義な部分が結構強いんですよ。まあそりゃそうですよね。感情豊かで繊細で激しいんやからさ、そりゃまあ人間関係で、まあそういう恋愛だったりとかパートナーシップだったりとか、一緒にほら仕事をやっていく仲間みたいなものに対して結構理想が高かったりします。だからなかなか見つからないっていう5月の1日さんが多いんじゃないかなと思います。で、私これ考えた時に2パターン考えられて、パートナーこういう人がいいんじゃないのっていうの、まず1つ目が人生設計に協力的な人、5月の1日生まれに。だからこう、こういう風にしていきたいって言った時に、ほなそうしたらええやん頑張ろうみたいな。でほら5月の1日さんは短期的瞬発力が高いけど長期的な目標を見失いがちっていう個性があるので、堅実で変化を好まないタイプの人間。ほら自分で変化を起こすのはいいねんけど巻き込まれるのストレスやんか。せやから自分でいちいち変化を起こそうとしない人っていうのが一つで、2番目にもう一つのパターンとしては、頭の回転があなたと同じくらい速くって、物事に熱心に関わるタイプ。食い気味にほなああしていきましょうこうしていきましょうっていうふうな、あなたの実行力だったりとか行動力だったりとかっていうののペースが合う人がいいと思う。基本的にあなたほどいろんなものを受け取って感じてる人間ってそんないないのよ。うん、それは孤独なことやねんけども、まあ、しょうがないやんか。で、そういう意味であなたのそのやろうと思ってるんだよねとかこういうふうに思ってるんだよねっていうふうなものをちゃんとキャッチできる人っていうのは結構稀なんですよね。そういう人もパートナーとしては二人三脚しやすい人間像になるんじゃないか、人物像やな人間像で人物像になるんじゃないかなというふうに思いました。というところでここまで聞いてくれはってありがとうございました。さまざまな才能を持っていらっしゃる実際的な戦略家でいらっしゃるかなというふうに思います。ご自身のね理想の姿を人生で、達成していただけたらなと思います。応援しております。ということで、ここまで聞いてくれてありがとうございました。それでは、ほなねー。